今回はですね、ラヴィエン・ローズ、バラ色の人生ですね。有名なシャンソンの曲ですね。エディット・ピアフなんかが歌ってる、曲です。この、ラヴィエン・ローズなんですけれど、原曲はもっとしっとりとっていうかな、愛の歌ですからしっとりと歌い上げてる感じがしますけれど、ウクレレではですね、ウクレレのソロではですね、ちょっと軽快な感じでフィンガーピッキングスタイルで、ちょっとやってみようかなと思ってます。で、最初の部分なんですけれど、これは歌の、テーマが出てくるね、ラー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 っていうテーマが出てくる前の、導入部分っていうんですかね、そこのとこですね。この部分に関しては親指弾き、右手親指弾きで弾きます。最初は C で 2,3C の開放ですね。で、 Dm、 そしてまた C ですね。そしてで、ここで2弦からの 3C0 ですけど A7 ですね、コード的に。そしてここまでが、テーマのが出てくるまでの、導入部分というのかな、そんな感じですね。で、ここなんですけれどね、ちょっとですね、テンポルバートっていうのをですね、この間っていうかな、スマイルでやってますけれど、この最初の部分 もうシャンソン2ぐらいですからね、あの時も、スマイルの解説でもですね、テンポルバートっていうのはよくシャンソンで使われる歌い方としてね、いうふうに言いましたけれど、まさにここのところ、最初の部分はですね、ちょっとフリーテンポっていうのかな、最初の部分も、こんな感じでですね、ちょっとこうエディット・ピアフなんかもそんな感じで歌ってますけれど、ちょっとそういう、テンポルバートでやるといいかなと思います。譜面通りに弾くんじゃなくてね。それで、C の部分はそんなに特に問題ないと思います。4弦から弾いたら、1弦で、3弦、2弦までしか弾きませんから、1弦で指を休める感じですね。そして、Dm のところですね、ここも特に難しいところはないですね。そして次からなんですけれど、この A7、 2弦からの 3-1-0 の A7 に入る前のね、この2弦3の単音なんですけれど、ちょっと小さくやるといいかなと思います。溜めてこんな感じですね。そうするとね、なんかこう、ここのところね、ちょっと弱く弾くと、感じが出るかなと思います。そしてここまで来ます。で、ここまで来たら、3段目ですね、テーマっていうのかな、
ララ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 っていう、メロディーが出てくるところですね。ここからですね、最初部分はこの親指弾き、親指のダウンストロークで弾いてきましたけれど、この3段目以降はですね、この場合はですね、フィンガーピッキングスタイルというか、この3本の指ですね、親指、人差し指、中指で弾いていこうと思ってます。でね、ここのところなんですが、僕の場合ですけれど、親指弾きの場合は割とこういう感じで、この位置でこんな感じでですね、この位置で弾いてます。でフィンガーピッキングにするとですね、ちょっとこう位置が、右手の位置がですね、こういうふうにずれます。この辺でちょっとフィンガーピッキングやります。なかなかできなくはないんですけどね、ちょっとやりにくい感じがありましてですね、こんな風に、位置が変わっていきます。ですから、ここのところなんですけれど、最後の A7 のところですかね、つまりここまで弾いたらスッとこう右手をですね、フィンガーピッキングの位置に持ってくる感じになります。そしてこんな感じでフィンガーピッキングになりますが、その3段目の最初の音、1弦の3から始まりますね。僕は右手は、ごめんなさい、左手は1弦の3、中指でやってますね。そして、この3本の指を使ってありますから、この1弦に関しては中指から始めます。こんな感じですね。そして、次3弦が、3弦開放、2弦開放、そして1弦の2という3連があります。っていうところですね。ですから、最初に1弦の3を打ったら次にっていう感じで、こんな風にフレーズが続いていきますね。ここのところ意外と、なんていうんですかね、簡単そうに見えて、意外とその、指の移るところっていうのかな、1弦の3から2に移るところのタイミングがですね、ちょっとこう慣れる必要があるかなとは思います。つまり、ここでですね、3連の最後のところでも2に変わりますから、このタイミングはですね、ちょっと慣れが必要かなと思います。そしてその次は、3弦からの全開放でっていう風になりますね。そしてこうなりますね。その、指の変わるタイミングに気をつけてやってやるといいかなと思います。3段目の、1小節目からちょっとゆっくりやってみますね。左指がどこで変わるかってことをちょっとこう、しっかり見といてください。そして、4段目に入っていきます。4段目の最初の G なんですけれど、これはですね、1弦が5、そして2弦3の3弦2みたいな感じですね。1弦の5は僕は小指で押さえてます。こんな感じですね。それでここのところはですね、ストローク、ダウンストロークがいいでしょう。で右手はフィンガーピッキングのスタイルでこういう位置にありますから、僕の場合はこの場合フィンガーピッキングの場合はだいたいダウンストロークは人差し指でこんな感じで弾いてます。そしてその次、1弦の3が来ます。でこの時にですね、1弦の3は僕は薬指をおすすめします。後からこっちの方が弾きやすくなるんですけれど、まずこう、こう打って、1弦の3薬、そしてこの薬指をそのまま2フレットまでずらして、こんな感じですね。ですからこういう風になります。つまり、ここ最終的にはこの G7 の指の形、フォーム、コードのフォームになるんですけれど、これを、作るためにですね、最初にここの1弦の3は薬指の方がでずらして、で3弦の2を、中指で置いて、これで G7 のフォームができます。こんな感じで薬指を
動かしていくといいかなと思います。それで、ここまで来たらこんな感じになりますね。4段目ちょっとゆっくりやってみましょう。こんな感じです。そして、次の段のところはまた頭のところと、基本的に2小節目2小節分は同じですね。その次なんですけれど、3弦の下辺を打ったら、2弦の3を、薬指ですね打って次に1弦の1、まあ、C7 になりますけれど1弦の1を打ちます。そして1弦の3は僕も小指でやります。それで、その次が F なんですが、1弦からの3インチ0人の F、まあ、こういうふうに続きますね。つまりここのところこんな感じでいきますね。そして、その次なんですけど、D-7 ですね、5フレット制覇ですね、まあ、人差し指になるかな。でここのところ、こういうフレーズになります。 D-7 5フレット 全制覇して、最初にダウンストローク、そして1弦だけ弾いて次に4弦だけ弾いて1弦弾いて4弦弾いてみたいな、こんな感じですね。タタンタタタンタ、1弦と4弦の、を弾き分けることによってこのタタンとタタンとのメロディーを出します。で4弦会話ですね。ロタンタンで、ここでっていう感じで C の、まあ、合いの手みたいな感じのストロークを打つといいかもしれません。そしてまた同じように、またで、まあ、僕はここからは中指になってますけれどね、まあ、弾きやすい指でいいと思います。まあ、人差し指か中指ですね。でここまで来たらですね、最後に E-7 になってますけど7フレット全制覇ですね、まあ、こんな感じで7フレット全制覇したのをダウンストロークして、その次に G になります。でこの G はさっきも出てきましたけど1弦からの5320、こんな感じの G になります。でここまで来たら、最初のフレーズに戻ります。最後が最後のところはこんな感じですね。最後のところつまりでこんな感じになりますね。2弦の3を加えた最後の小節になりますけど、この場合の時に左手は左指は、1弦の3は中指で押さえてて2弦の3は人差し指で押さえる感じになります。こんな感じですね。そしてまあ FN には書いてませんけれど、さっきの演奏では最後に C のコードをというふうに弾いてます。ラビアンローズ、そのちょっと軽快な感じのウクレレアレンジになってますけれど、このフィンガーピッキングですよね、まあ、この感じですね。指が鳴れるようにですね練習をしてみてください。よろしくポロリンコ。